七熊。僕は秋月海斗、七熊高校に通う2年生だ。おかしいな、ここに置いてたはずなのに。ねえお母さん、僕の七熊フィギュア見なかった？あれはいつも海斗の部屋に置いてあるでしょ。そうなんだけど、いつものとこにないんだよ。兄ちゃんは知らない？俺が知るわけねえだろ。お前が勝手にどっかにやったんだろうが。そんな逆ギレしなくても。僕の5つ上の兄ちゃん、リクトは優しくて頼りがいがあって大好きだったんだけど、高校受験に失敗して希望じゃない高校に進学し、大学受験にも失敗してからは引きこもるようになり、昔とは変わってしまった。前みたいに仲のいい兄弟に戻りたいんだけど、もう無理なのかな。ゆりちゃん、おはよう。カイト、おはよう。何かあったのか？え？いつもより心なしか元気がないから。さすがゆりちゃん、鋭いな。吉沢ゆりちゃんとは生まれた時からの幼なじみ。美人で頭が良くてしっかり者だ。そんなゆりちゃんは僕のことを弟のように世話してくれている。カイトのことならどんな小さいことだって見逃さないわ。それで何があったの？実は部屋に置いてあった七熊のフィギュアがなくなっちゃったんだ。七熊って、カイトが幼稚園の頃から好きなアクションヒーローで、そのフィギュアはずっと大切に部屋に飾ってあったわよね。うん、だからショックで。部屋に置いてあったものがなくなるなんてこと普通にあるかしら？僕もそう思ってお母さんや兄ちゃんに聞いてみたんだけど、知らないって。兄ちゃんには逆ギレまでされちゃってさ。今日学校が終わったらカイトの部屋に行ってもいい？もしかしたら部屋に何か手がかりが残ってるかもしれないから調べたいの。うん、いいけど。なんか探偵みたいだね。そうよ、カイトが大切にしてた七熊フィギュアを盗むなんて許せないから、私が絶対に犯人を捕まえてみせるわ。まだ盗まれたって決まってないけど、僕がどこかに置いて忘れてるのかもしれないし。カイトは優しいわね。そんなことないよ。ゆりちゃんは昔からこうして僕の髪を撫でるの癖なんだけど、昔は嬉しかったのに、最近はこうされると恥ずかしくて仕方がない。それは僕がゆりちゃんを幼馴染ではなく、一人の女の人として意識するようになったからだ。それじゃまた授業が終わったらね。うん、相変わらずクールだな。ゆりちゃんは僕の髪を撫でても手が触れても顔色一つ変わらない。僕のことなんて全然男として意識してないんだろうな。ああ、そう思ったらへこんできた。七熊のフィギュアはいつもここにあったわよね。うん、まずは部屋のどこかにないか探してみましょう。わかった。これは、え、この前二人で水族館に行った時の写真飾ってくれてたのね。あ、せっかくフォトブースで撮ったからと思って。ゆりちゃんとツーショットできたのが嬉しくてなんて言えない。これは見つかった？私が昔あげたビーズのブレスレット、まだ持ってたんだ。だって捨てられないよ。ゆりちゃんが僕のために作ってくれた大切な宝物なんだから。そう。ああ、このまま行くと次々とゆりちゃんとの思い出の品を見つけられて、僕がゆりちゃんのこと好きだってバレちゃうよ。これは、これは、うわー、僕のパンツ。ごめん、ちょっと行ってくる。何あの焦って真っ赤になった顔、かわいすぎる、かわいすぎる。カイト大好き。さて、やりますか。その夜、僕は一旦外に出てから
そっと家に戻ってきて部屋の近くに隠れた。なぜならゆりちゃんに犯人が今夜必ず戻ってくると言われたからだ。ゆりちゃんも僕と一緒に張り込みすると言ったけど、ダメだよ。なぜ？だってゆりちゃんは女の子なんだから。もし何かあって怪我でもすることがあったら大変でしょ。カイト、私のことを心配してくれているの？当たり前だよ。だってゆりちゃんは僕の大切な大切な幼馴染なんだから。ありがとう。それじゃあ行くわ。カイトも気をつけてね。うん、そう断ったのだった。なんであの時大切な人だからって言えなかったんだ。僕のヘタレ。え、今誰か部屋に入った？しまった、見てなかった。部屋のドアが少しだけ開いてる。ドアの隙間からそっと中を覗き込むと、そこには信じられない人物が立っていた。このカードで俺は。兄ちゃん、それって僕の。いや、カイト、そのカードどうするつもり？チェ、バレたなら仕方ねえな。売って金にするに決まってんだろ。まさか僕の七クマフィギュアも売ったの？あんなガキのおもちゃに高値がつくって知ってたら俺も買ってたのによ。お前が大切に持っててくれて助かったぜ。あれは大切な思い出が詰まった宝物だったのに。バーカ、あんなもん持ってたって何にもならねえんだよ。これ売りに行くからどけ。うわ悪く思うなよ。待ちなさい。うわ、何のつもりだ。え、ゆりちゃん、それお金にならないわよ。え、なぜなら私が偽物とすり替えておいたから。え、なんだと。リクトお兄さんが今夜カイトの部屋に現れないことを願ってたけど、残念ながら現実になってしまったわね。それじゃあゆりちゃんは兄ちゃんが犯人だって知ってたの？なんでバレた？カイトの話を聞けば内部の犯行の可能性が強いことはすぐにわかるわ。その話を聞いてすぐに私はネットオークションでカイトの七クマフィギュアを探して見つけ出したの。何？あなたがオークションで取引をしていた相手は私よ。祖父の名前と連絡先を使ったから気づかなかったでしょうけど。カイト、これはあなたに返すわ。ありがとう。って、ちょっと待って。もしかして僕の部屋に来る前にネットオークションで兄ちゃんとやり取りしてたってこと？そうなるわね。え？それじゃあ僕の部屋を探さなくてもよかったんじゃない？まだあの時はネットでやり取りしてたフィギュアが本当にカイトのものか確証がなかったから、念のために部屋も探したのよ。ああ、なるほどね。さすがゆりちゃん。実は単にカイトの部屋の家探しをしたかったからだなんて言えないわね。あの取引は正当なもんだから金は返さねえからな。バカリクト。え、母ちゃん。ゆりちゃんから話は聞かせてもらったわよ。弟の大切にしてるものを勝手に売ってお金を得るなんて、あんた恥ずかしくないの？お母さんは情けなくて涙出てくるわよ。うっせえ。誰も俺の気持ちなんてわからねえんだ。高校受験も大学受験も失敗して、みんなに笑われてバカにされて、そんなのゲームで鬱憤晴らすしかねえじゃん。それで課金するお金ないからお母さんの財布からお金盗むだけじゃなく、カイトのものにまで手出すの？もういい加減にしなさい。リクトお兄さん、どうしてカイトが七クマのフィギュアやカードを大切にしてるか知ってる？知らねえよ。お兄さんと遊んだ大切な思い出の品だからだよ。カイトは優しくて頼りがいあるお兄さんが大好きだった。
昔みたいに仲のいい兄弟に戻りたいって願って、今だって願ってる。俺だって好きでこうなったんじゃねえよ。リクト、行きたかった大学、頑張ってもう一度挑戦してみない？なの、今さら無理だよ。人はいつからだってやり直しできるのよ。今からだって遅くない。ごめんなさい、お母さんがちゃんとリクトを支えてあげられなかったから。そんなことない。お母さんは兄ちゃんのこと心配していろいろやってたの、僕は知ってるから。カイトにも迷惑かけてごめんね、ユリちゃんにまで。カイトのためですから。でも逆にカイトを苦しめることになってしまって申し訳ないですけど。そんなことないよ、確かに辛いし悲しいけど、ちゃんと真実を知れてよかった。兄ちゃん、僕も応援するから、兄ちゃんの歩みたかった道を目指して。カイト、お前怒らないのか？怒ってるよ。なんでその前に僕に言ってくれなかったのって怒ってる。兄弟なんだから。たとえ5つも下の弟であっても相談してほしかった。カイト、ごめん。俺が行けなかった七熊高校にお前が受かってから逆恨みするようになってた。そんな俺にもお前は優しく接してくれてたのに、うざいって思って。僕は兄ちゃんが行きたかった高校に行くことで兄ちゃんの夢を叶えたつもりになってた。兄ちゃんの気持ちを知らずに傷つけててごめんなさい。私こそ二人の気持ちに気づかなくて母親失格だわ。きっとこれからはもっといい家族になれますね。ユリ、ごめんな。あのフィギュアのお金返すから。うん。カイト、リクトお兄さんとお母さんと大阪にいるお父さんまで、どうしたんですか？ユリちゃん、この度はリクトがご迷惑をおかけし申し訳なかった。玄関で立ち話もなんですから、どうぞ上がってください。サキコからリクトの話を聞いて驚いて、これは家族で話し合わなければと急いで帰ってきました。それで正式にユリちゃんとご両親にも会ってお詫びをしようってなって。そんな、わざわざ。いえ、ちゃんとお詫びさせてください。本当に申し訳ありませんでした。私はカイトがこれから傷つくことがないのなら大丈夫。本当にユリちゃんがいなかったらどうなっていたことか。私からもお礼を言わせてください。本当にありがとう、ユリちゃん。だって将来お嫁に行く先でお兄さんとのゴタゴタがあるなんて嫌じゃないですか。え？お母さんにお話しするときには、もしこれで嫁となる私の評価が下がったらって心配になりましたけど、私のことを信じてもらえてよかったです、ユリちゃんったら。ファイト、お前愛されてるな。え、ちょ、どういうこと？だって私将来カイトのお嫁さんになるつもりだから。え、いつ決まったの？ずっと前から。ずっと前って、いやだったかしら。いやじゃない、いやじゃない。だって僕はユリちゃんが好きだから。そうよね。でもユリちゃんはいいの？どういうこと？だってユリちゃんは僕のこと幼なじみっていうか弟としか思ってないと思ってたから。あなたのことずっと大好きな男の子として私は見てきてるけど。え？ほんとユリは昔からカイトくん大好きだものね。うん、そうだったんだ。だからカイトくんを傷つける人は、たとえそれがカイトの大切なお兄さんであっても許さないから。わかってるって。もうカイトを傷つけることはしないって。
私しっかり見てますから、大学も合格するまでしっかり見届けますから。わったわった、頑張るって。それじゃ事件解決のケーキをみんなで食べましょう。カイト、ついてきてくれる？あ、うん。ユリちゃんが僕のことずっと好きだったなんて、意識したらすごくドキドキする。カイト。はい、緊張して声が裏返った。改めて言わせて、私はカイトが好き、大好きで大切で、ずっとこれからも一緒にいたい。と、僕もユリちゃんが大好きだよ。ずっとずっと一緒にいよう。嬉しい。ユリちゃん、うわ、ユリちゃんのあったかくて柔らかいものを感じちゃうよ。早くカイトのお嫁さんにしてね。うん。兄ちゃんが僕のカードを売ろうとしたことがきっかけで、長年片思いしていると思ってた幼馴染のゆりちゃんと両思いだったことが分かった。きっと僕たちはずっと結婚してからも幸せな毎日を過ごすことになるだろう。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。